1926年のコース1926年のルマン24時間レースは4回目のルマン24時間レースであり1926年6月12日から6月13日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた出走したのは41台大幅に性能を上げた3リットルスーパースポーツモデルを1台とスピードモデルを2台持ち込んだベントレー地元 フランス有名メーカーのプジョー、去年優勝し実績のあるロレーヌ・ディートリッシュの戦いになった。ベントレーは8号車、スピードモデルが72周目 1242.864km 走ったところで、エンジンバルブ損傷でリタイア、9号車スーパースポーツモデルが105周目 1812.510km 走ったところで、エンジンバルブ損傷でリタイア、7号車、 スピードモデルは23時間138周 2382.156km 走ったところでミュルサンヌコーナーで横滑りし土手に激突してリタイアとなった。感想は13台。ロベール・ブロッシュ、アンドレ・ロシニョール・クミのロレーヌ・ディートリッシュが24時間で 2552.414km を平均速度時速 106.350km で走り、 1925年に続いて優勝した。しかしヨーロッパには不況の波が押し寄せて、どこのメーカーでもレースどころではなくなりつつあり、連覇したロレーヌ・ディートリッシュもこの年限りで参戦を取りやめた。ありがとうございます。